はい、皆さんおはようございます。今日は8月の28日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、なんといってもジャクソンホール、パウエル議長の、コメントというか声明というかだったんではないかなと思っています。で、まあ最終的にオンラインで行われたんですけれども、その状況をライブで見ていたんですが、一応ですね、皆さんもご存知かもしれませんけれども、年内にテーパリングという方針を打ち出していました。ただし不確定要素っていうのがやっぱりいくつかありまして、でそのうちの一つがまずはコロナの感染拡大状況が収まるかどうかっていうところがまずポイントかなと。でもう一つ、こちらの方が重要だと思うんですが、雇用の継続的な改善っていうのが起きるかどうか、でかつそれが著しい回復とみなされるかどうかっていうところが非常に重要なポイントかなと思っています。で CNBC でですね、パウエルさんのコメントっていうのが終わった後にいろんな投資家が発言をしていたんですけれども、クリアな明確な回復っていうところは今現在雇用には見られるけれども、今回言葉として、著しく回復しているっていうような文言は入っていなかったと。でそれはどういうことかっていうと、さらにもう少しやっぱり雇用の状況で回復がしっかり見られるような状況でなければテーパリングになかなか踏み切れないんじゃないか。でそれはどういう意味かっていうと、9月のテーパリングの開始するためにはですね、あと1回しか雇用統計ないんですね、9月の頭ので。 FOMC に関しては9月の第3週か4週20、21、22ぐらいですねに FOMC があるんですけれども、そうなってくると9月にテーパリングを判断するには雇用統計の数が少ないんじゃないか、1回じゃやっぱ判断できないよねと。で9月の次の FOMC は11月なんですね。なのでそう考えるとやっぱり早くて11月がテーパリングの開始の明言時期なんじゃないかっていうのが、今回やっぱりコンセンサスとして一層強くなったんではないかなと思ってます。でかつじゃあ今後利上げはどうなっていくんだっていうところがですね、我々のフォーカスになると思うんですけれども、今回パウエル議長はテーパリングの開始イコール利上げのこの直接的なリンクはありませんよと。なので今後はテーパリングはテーパリングで、利上げに対してはまた別途今後協議をしていくし、経済の状況を見ていかなければいけないということを言っていたので、比較的ですね、いわゆる俗に言うハト派的な、あんまりその金利を上げていこうみたいなものよりもかなり慎重な今姿勢をとっているというのが現状かなと思っています。なので株式市場としてもですね、今回このハト派的な発言を受けて、金利は下がったということもあってですね、それもリスクオフの下げじゃなくて、金利は単純に下落ですね。それでじゃあ利上げ時期ってもしかすると2022年ないよね、2023年だよねっていう方向に、今考えとしてはシフトしてってるんじゃないかなと思ってます。これまでであれば2022年中に利上げを織り込むというような動きがですね、結構見られたと思うんですけれども、その利上げ観測が後退したということもあって、リスクアセット昨日は大きく上昇していたんじゃないかなと思ってます。でやっぱり株式市場はですね、ほぼもう全面高で、仮想通貨の市場もですね大きく上昇していますと。で唯一株の中で少し弱かったなというのが、中国関連の銘柄ですよね。でこれのちょうど詳細ご紹介するんですけれども、このようなジャクソンホールでのいろいろやり取りだったりとか、あとは背景というか終わった後にいろんな方が議論していたのは、こういったコメントが、出ていました。要するにリスクオン継続ということで問題ないんじゃないかなと思いますし、やっぱりまだまだ利上げに対して積極的な姿勢をパウエルさんが見せてないということは非常に株式上にとっていいことで、やっぱり唯一の心配がパウエルさんが今後、再任されるかどうかっていうところですよね。でこの同じようなスタンスであるとは、次の候補の方言われてますけれども、そんなの就任してみないとやっぱ分かんないこともありますし、結構今そのテーパリングを積極的にやっていこうっていう人たちの声が高くなっている中で、方針とかもですね、今後変わっていくでしょうし、先月のタイミングで、思っていたことと今違うでしょうから、やっぱりまだ変わるとパウエルさんから変わるとマーケットにやっぱりかなりインパクトあると思うので、結構やっぱそこがこの 1,2 ヶ月で非常に重要な、ポイントかなと思ってます。はい、指数ですね、見ていきたいと思うんですけれども、はい、すいません、
まずはですね、はい、アメリカの、米国ダウなんですけれども、すいませんね、ちょっと今出していたんですが、隠れてしまってました。はい、ダウなんですけれども、プラスの 0.69%、S&P がプラスの 0.88%、ナスダックがプラスの 1.23%、ラッセル2000がプラスの 2.85% というような大きく上昇していました。まあこれもしかするとショートカバーとかも入ってたかもしれませんけれども、まあ小型株が非常に大きく強く上昇しているというのは、まあ非常にいい傾向かなと思いますし、比較的、ここ最近ですね、テックの強含みっていうのが、継続して見られるんですけれども、まあさらにこの状況が進みそうだなという動きが昨日あったかなと思います。まあもちろんその、上がってる株式に関してはもう全面高的にどこの全てのセクターほぼ上がってるんですけれども、まあヘルスケアとコンシューマーですね、小売に関してが、まあ、少し弱かった。なのでやっぱりディフェンシブなところから資金が引き続き抜けて、なんていうんですかね、テック関連のとことか、まあ、昨日半導体も非常に強かったんですが、まあ、そういったところに入っていくと。はい。まあ、非常にいい、傾向というか、株式の投資やってる方に関しては、かなり、まあ、なんていうんですかね、好むべき動きだったんじゃないかなと思ってます。で、おそらく皆さんも、皆さんの中でも、仮想通貨に投資をしている方もいらっしゃると思うんですが、昨日も、結構似たような動きで、メジャーな通貨っていうのは、まあ、そこそこ上昇して、小型に関してはですね、10%、20% とかって上昇しているものもあるということで、まあ、引き続き、仮想通貨に対しての投資っていうのが、リスクオンの姿勢で続いているっていうのは、株式市場にとっても非常にいい兆候なんじゃないかなと思っています。で、個別株で見てみると、昨日アファームがですね、アマゾンとの提携っていうのを発表して、アフターで 30%、40%、今一時期 40% ぐらい上がったかもしれませんけれども、非常に好調な動きをしていました。ものすごくずっと右肩下がりで、下がっていたので、まあ、今後どうなっていくのかなっていうのは注目はしていたんですけれども、ホルダーの皆様おめでとうございます。あとはですね、気になるのはやはり、さっきも少し話したんですが、まあ、中国銘柄ですね、決算が良かった銘柄も、まあ、なかなか上値が重いという状況が続いていますし、昨日のような状況で、中国銘柄なかなか上がっていけないとなると、まあ、少しやっぱり厳しいのかなという印象がさらに強くなると思うので、まあ、僕はちょっと身を引いているというような状況です。はい、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、FRB の今回のパウエルさんのコメントに関してはちょっと割愛させていただいて、ウォーラーさんというですね、理事の方がいらっしゃるんですけれども、8月の雇用統計が非常に良ければ9月にテーパリング着手可能ですよということを、明言をしていました。で、他にもですね、フィラデルフィア連銀総裁が、まあ、早めにテーパリングやった方がいいんじゃないかということをコメントをしていたんですけれども、まあ、よくよく、まあ、聞いてみると、年内っていうような意味で言っていたそうですね。なので、まあ、どんなに遅くても年内っていうのは もちろんコンセンサスとしてある中で、じゃあ8月の、まあ、8月のっていうのは、8月の数値が9月の頭に出た時に、本当にどうなるかっていうのは、まあ、不透明ではあるんですが、まあ、僕はないかなと思ってます。はい。そうですね。あとはやっぱり非常に、気にされているのが、コロナの感染拡大を、また、やっぱしていく中で、アメリカの経済が鈍化するんじゃないかっていうことが、まあ、引き続き、短期的な要因としては非常に、まあ、気にされているポイントで、まあ、それが直接的に雇用にも跳ね返ってくるので、まあ、このあたりは連動して見ていきたいなと思ってます。はい。あとはですね、アメリカが中国の方で、コロナの、まあ、起源は何だったのかというところをですね、継続的に調査をしていたんですけれども、中国からの、なんていうんですかね、協力っていうのがなかなか思ったように得られなくて、最終的には結論が得られなかったっていうことがコメントされていました。まあこの結論が出たところでどうなのかっていうところはあるんですけれども、まあ、こういったことはやっぱり中国に対してのアメリカから の政治的な圧力という一面もあるので、まあ引き続きこの二国間の協力関係っていうところが見られなければ、世界的な経済の、まあ、もしくは別の言い方をすると、見られるようになったら、世界的な経済の拡大っていうところが、まあ、一層加速するんですけれども、まあ、このあたりは引き続き、難しい状況が続いているなという印象です。はい、あとアメリカの方でですね、12歳から17歳の、まあ、子供というか、子たちのワクチンがですね、少なくとも1回目のワクチンっていうのが、
半分ですね、進みましたということが発表されていました。若い若年層の方たちのワクチン接種っていうのがなかなか進まないというのがアメリカの今課題ではあるんですけれども、まあ、徐々に今回ですね、正式な承認というのが行われたことによって、まあ、一層加速して進んでいくのではないかなと思うので、まあ、今後このあたりの数値っていうのも、注視して見ていきたいなと思っています。はい。あとはですね、EU の方でワクチンの未接種の、人がアメリカへ、渡航するとかっていうところの制限を今復活させたということです。やはり世界的に見てみると、やっぱりアメリカの今の感染拡大状況っていうのは、まあ、ちょっと怖いよねというのが、まあ、EU から、まあ、示されたというのが今回のニュースだったと思うんですけれども、まあ、これもちろんアメリカだけがっていうとそういうわけでもないですし、他の国に他の地域に行くときも同様だと思うので、アメリカがどうこうとかっていうような、特にどうこうっていうようなことではないと思うんですけれども、やはり今後 EU としてもっと強化、水際対策で強化っていうのをしていくというような、まあ、位置づけというか姿勢の表れかなと思っています。おそらくやっぱりアメリカとかも同じような、方針とかっていうのを出してくる可能性もあるので、この辺は注目してきたポイントですよね。あとは、ここ最近というかこの1週間ですね、非常に債券への資金の流入が大きかったですよということが調査から出ていました。でプラスそれに加えて株式上からの資金流出っていうのも、今回1週間非常に多かったと。でその中でもなんですけども、アメリカのテックの銘柄に関しては、まあ、非常に大きな、純流入というのがありましたと。5週間ぶりの大きなプラスということで、非常に強く引き続きテック銘柄に関しては期待が高まっているというのが、まあ、現状ですよね。はい。あとは中国の方なんですけれども、データセキュリティ面にリスクのある企業に関しては海外上場は禁止ですよと。でかつ、まあ、思想的にイデオロギー的に問題がある会社に対しても、アメリカとかいうか海外の取引所上場禁止ですよと。 なのでやっぱりもうその、規制というのが引き続き政府から中国企業に対して継続していくと。やっぱりこういう状況の中で追加的にさらに規制が出るっていうことはもちろんあると思うので、やはり中国企業への投資っていうのはまだちょっと無理にする必要はないかなっていうのが今の状況ですよね。もちろん大きく長期的にリバウンドを狙ってっていう逆張りの方法っていうのもあるとは思うんですが、まあ、僕はですね、やっぱり基本的に株式投資っていうのは順張りがキングだと思ってますので、一つは、まあ、今のところは中国銘柄からは少し距離を置きたいなと思ってます。はい。で、昨日なんですけれども、僕個人としてどういう売買をしたかっていうと、まあ一部ですね、VTI の処分を、まあ本当一部ですよ。まあそんな大きいポーションじゃないんですけれども、NVIDIA をまあ買い増ししたのと、まああとはブレードっていう BLDE っていうところを少しまた買い増しをしました。まあ何か大きく影響が、ニュースがあったからかっていうことではなくて、まあ NVIDIA に関しては今非常にモーメンタムがいいっていうところも、まあ、ありますし、やっぱり一点でガツンと買うっていうよりも、まあ、定期的に買うポイントっていうのを作ってポジションを積み増してるっていうのの一つの一環ですね。でブレードに関しても、まあ、同様ですね、前回決算もちょっと良かったですし、まあ、分散させて購入をしてってるっていうのが、まあ、そのオペレーションの一環っていうのを昨日ですね行いました。継続的にテック銘柄、まあですね、まあ、ガーファムとか、まあ、テスラ、NVIDIA、このあたりを中心にポジションを積んでいくということを継続して行っていきたいなと思っています。特に方針も変えるっていうことはないですし、まあ、新たな銘柄を加えるっていうことも考えたんですけれども、まあ、今のところは実行には移していません。ちょっとアプライドマテリアルとかですね、半導体を作る、まあ、機械とかっていうのを作ってる会社なんですけれども、まあ、このあたりは少し気になっています。組み入れようかどうかっていうのはまあ別の話なんですけれども、まあ、どうしようかなっていうふうに昨日考えていた中で、まあ最終的に NVIDIA を買ってしまいました。分散という意味ではアプライドマテリアル買うっていうのも非常にいいことだとは思ってはいるんですが、まああまり銘柄を増やすっていうよりも、まあ、集中して入れていく方がまあいいかなと思ったので、まあそれの判断となりました。はい。ということで、まあ、非常にですね、引き続き暑い週末、日中がですね、続いてますけれども、皆さんですね、熱中症になることなく、まあ、しっかりと水分とって、いい週末をですね、お過ごしいただければと思っています。もしですね、このチャンネル、
応援していただけるような方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録やグッドボタン、そしてベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。